こんにちは。遥かなる時の中で5、初見実況プレイ、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。遥かなる時の中で5。さあ、彼は次、いつ再会できるでしょうか、というところですが。前回はですね、龍馬さんの後を追ったら、朱雀の札もらっちゃった。じゃあ、青龍の札もらいました。って、ところですね。天海さんに報告しましょう。長い夜の終わりにか。第2章、サブタイトル。遅くなっちゃったけど、今から奄美に会いに行っても平気かな？別に話聞くのは明日でもいいんじゃ、だよね。あらら、戻られたのですか、巫女。いや、ひょっとしてさ、もう筒抜けなんじゃないかな、この手にしたという情報。怖いな。奄美？池田屋根での一件、すでに報告は受けています。無事、朱雀を沈めたようですね。ね？呪詛は浄化できたみたい。でも朱雀の札はどこかへ行ってしまったの。そうですか。私がちゃんとしていれば、ごめんなさい、天海。巫女、謝らないでください。時が来れば、いずれ朱雀は巫女の元に戻るでしょう。それが摂理というもの。そうなの？実際、ゆえ子の、実際、青龍の札はゆえ子の元へ来ただろう。朱雀だってまたチャンスはあるさ。さ、宮子さんが言ってしまいました、今。青龍の札？巫女、それは誠ですか？うん。龍馬さんが私にくれたの。これがその青龍の札。はい、これです。ええ。確かに、呪詛もすでに浄化されていますね。青龍の呪詛を浄化して、お札も手に入れたけれど、これで私の世界は良くなるの？そうそうそう、一方でそれもと。もちろんです。ですが、巫女の世界を正常に近づけるには、もう一つだけしなければならないことがあります。しなければならないこと？青龍の札を君の世界に持っていくのですよ、巫女。お札を私の世界に？この世界のものなのに、いいの？神とは、本来ならば、一つの場所にとどまらぬ存在。獅子もまた、しかり。なるほど。呪詛を解かれた聖獣は、その返礼として、君に力を貸してくれることでしょう。はあ。呪詛を解いた札に、今度は私らの世界を元に戻してくれる、っていうことか。その通りです。巫女、君の世界の東の方角に、おそらく、小さな台座があるはずです。その台座に札を設置しなさい。この青龍の札を君に。ありがとう、天海。そうか、この世界で云々するっていうことじゃなかったのか。宮子どうした？東の方角にある台座。早速探してみるね。お、現代飛ぶのか？愛しい子、君の世界に幸いを。でもねえ、まあ、疑ってかかっちゃダメだけれども、まあ、単純にね、ゆげ子の世界を元に戻してあげるためだけに、こう、助言してあげてるわけじゃないはずだからね、天海さんも。まあ、本当にそうだったかもしれないけど、逆の逆。おい、あんた、今、宮子？愛しいに引っかかった。ところで、巫女、先ほど、坂本龍馬の名を口にしましたね。あの者が青龍の札を？あ、うん。青龍の札は、龍馬さんのお家に代々伝わるものなんだって。私のことを信じてくれて、大切なお札を託してくれたの。そうでしたか。坂本龍馬の噂は、私も聞いています。面白い発想をするものだと。確かに面白い人かも。それに、初めてこの世界に来た時も、私のことを助けてくれたの。ふふ、少々焼けてしまいますが。巫女が総評するとは興味深いですね。坂本龍馬がどのようなものか、私も己の目で確かめてみたくなりました。それもなら龍馬さんを探してくる。まだ京にいるはずだし、別れた付近を探せばいると思う。行くの？ゆげ子、待ってください。いくらなんでも今日はもう遅い。何？シャン、砂が、どうやら、黒煙のようですね。巫女、
札を東に、忘れずに設置するのですよ。あ、戻されちゃうか、現代に。東だって間違えて西に行かないようにしなきゃ。あ、自分の世界へ帰ったのか。ちなみに離脱、まあ、こっちが離脱したって言ってもいいかもしれない。騒動の中でよくぞ巫女を守ってくれましたね。ちなみに、はい。ああ、逆らえないんだね、やっぱり。天海さんに握られてるね、多分。兄上、愛しい子、また君と会える日を心待ちにしていますよ、というちなみさんとの関係を考えるとさ、やっぱ天海さんは怖い人だよね。あ、戻ってきちゃった。砂時計の砂が落ちきったんだ。服も元に戻るというね。でもなんとなく緑が戻ってきたのは気がするのは気のせいか。普段から砂の残量には注意しといた方がいいか。まあ、説明書に書いてあったけど、私も完全に忘れてたけど。異世界ではより計画的に行動する必要があるということでしょう。そうだね。気をつけないと。お姉ちゃーん。さあ、同じく忘れて去ってしまっていた。来た来た。たく目ざといやつ。帰ってきてくれたんだね。待ってたよ。そうくん、ただいま。何か困ったことはなかった？大丈夫だったよ。僕ね、ちょっと勇気を出して外の様子を調べたりしてたんだ。なんと食料問題だけはね、懸念だよね。私は勝手に吉野家だったとか言っちゃったけど、食料問題は懸念。え？音量が出て危ないのに？お姉ちゃん、僕のこと褒めてくれる？いつまでもビクビク隠れてるのも情けないから。僕頑張ったんだ、すごいよ。すごい、そうくん。へえ、意外とやるじゃん。意外とは余計だよ、都ね。それで、何か有益な情報は得られたのか？正直これだってものは見つからなかったんだけど、でも移動してる間にももやが薄れていることがあったよ。きっと異世界でお姉ちゃんたちが頑張ってるんだってすごく勇気づけられたんだ。異世界で音量を浄化したり、清流の術を解いたりしたことが影響しているのかもしれません。よかった。少しずつだけど私たちの世界は良くなっているんだね。お姉ちゃんのおかげだよ。でも、今回もやっぱりすぐに異世界に帰っちゃうの？いや、確かこっちでやることがあったんだよな。整理を封じたお札。天海が言うには、これを東の方角にある台座に設置しなさいって。なんと、東ってどれぐらい東なんだろうね。ここはどこ、そもそも。ゆえこと住んでるとこどこだっけ、書いてあった。勝手に鳥取って言っただけだってさ。でも台座って言ったってな、どんな形状なのかとか全くわからないよな。ああ、町へ行くかどこか具体的には書いてないのか、説明書には、少なくとも。あ、台座とお札？もしかしてお札って長方形？まあ、あれだね、おあつらえ向きに総君が見つけたパターンであってほしいんだけど。それなら多分、僕見たよ。確か、あっちの方向だ、方角だったかな。あっちって？東です。さすが、この土地の東西南北はもう把握してんだ。へえ、ビンゴかもな。そう、お前意外と役に立つじゃん。だから都ね、意外とは余計だって。ということで、東に行きましょう。で、ちょっと待ってね。自宅で何かあるね。ちょっと、自宅で行ってみようか。あ、一人ずつあるのね。じゃあまず、旬に。家。家は綺麗でいいよね。旬に何してるの？調べているのです。電気やガスが通っているのか。電話は通じるのかと。ああ、そうか。電気がつくと変えたら便利だよね。ですがダメでした。水道も使えません。じゃあ、そうくんは一体。そう、残念。そうくん、大丈夫なのかな？こんなところに一人でいて、夜寒くないかな？部屋の中ならば、さほど冷えません。食料の買い置きも十分にあるようです。それなら少しは安心だね。その程度でいいの。心配。春兄、ありがとう。
いろいろ調べてくれてたでしょ。春兄はいつだって頼りになるなって。別に、当たり前のことです。そんなことで安心されても困ります。ちょっと、ソウ君に対しての扱いが、っていう問題がね、なんとなくあるんだけど。ね、あの、うるせえやつらビューティフルドリーマーみたいにさ、自分たちのところだけ電気ガスが通ってるんだと思ったんですよ。そうじゃなかった。じゃあ、ミヤコネはどう思ってるだろう。さて、やっぱりちょっと荒れちゃってるな。おばさんが綺麗にしてたのに、なんか悲しい。早くこんな世界元に戻しちゃってさ、また前みたいにここでお茶飲んだりおしゃべりしよう。ありがとう、ミヤコ。いいですね、かっこいい。ああ、ミヤコネイベントは一瞬でした。じゃあ、ゆげこ自身の、これ何？お姉ちゃん。そうくん。本がいっぱい。どうしたのそれ。しかも、どれもやたら分厚くないか？それになんかほっこりっぽいし。なのに家の中にも、見ちゃ、何家の中に持ち込んでるんだよ。お前が読むようには見えないけど。ひどいよ、ミヤコネ。すごく重いけど、お姉ちゃんたちのために頑張って持ってきたのに。私たちのために？お姉ちゃんたちがいない間に歩き回したら砂の中に埋まれてるのを見つけたんだ。すごいね。多分図書館があったあたりだと思うんだけど。何？銀河英雄伝説？じゃ、下関での上位決行、それに天狗党の乱か。おい、主任だった。下関での上位決行、それに天狗党の乱。日本の特に幕末期についての歴史書のようです。何？1863年5月10日を幕府は上位決行期限と約束。はい、これでね、朝廷からのね、圧力にとうとう公式出ずにね、本当は幕府は上位したくないんだよ。なぜなら外国強いって分かってるから。なんとか調整しようとしてるときに、やいの言われて、いた仕方なしって。まあ、それぐらい幕府の権威が衰えてるってことでもあるんですけれど。それで、決行期限の当日に長州藩が単独で外国船を砲撃する。1864年3月。水戸藩の尊攘派が筑波山で挙兵。ちなみくんだ。幕府に上位決行を要求するため、今日目指す。これってもしかして、私たちがいた世界での出来事？ああ、年代から言って、今からだいたい150年ぐらい前に起きた事件、出来事だよな。けど、私らが見た化け物、獅子だっけ？とかの話とか一切載っていないぞ。私は見たことない自分の歴史書。あんだけ派手に暴れてたら記録に残ってるもんだろ？この本は、この世界での歴史書です。俺たちの知る世界の、とは違う。違う異世界の出来事なのでしょ。似て非なるってやつか。でも内容が違ってるんじゃあんまり参考にできないな。いや、でも軽くこれからのことを予知はできるよね、予測は。そもそも最初に異世界に行った時と先ほどまで行った異世界では1年ほど時間が空いているようです。そうですよね。だ、最初に行った時と次に飛んだ時で話進んでますもんね。何年頃の異世界に向かうかは俺たちには分からない。だからってこの本丸々一冊予習するなんてごめんだぞ。お姉ちゃん、もしかしてこの本はあまり役に立たなかった？そんなこと。あれ、ゆげ子そんな髪型だったっけ？あれ、そんなことない。あっちの世界で何が起こっているのか少しは把握できた気がする。そうだね。ありがとう、そうくん。じゃあ、お姉ちゃん、この本を読んでくれる？え？で、きついっすよ。読まない。じゃあ、読んどこう。でもね、こんな、頭に入れとこうぜ、このぐらい。って言ったら、ちょっと上から目線か、ごめんなさい。読もう。そう、常にね、今はわからなくても、後から勉強すればいいんですよ。そう。歴史なんてのはね、もう常識じゃないから、別にいつね、学んだっていいんですよ。そうそう。でね、歴史を知ってることをね、ひきらかさない人に、
なんか俺はこれは知ってんだぜって自慢げに言う人いるでしょ。ダメそういうの。違う違う。歴史っていうのは自分自身で教訓として生かしていくための大事なね、記録なんだからさ。人に自慢するためにあるもんじゃないんだ。池田屋事件について読もう。この間あったばっかのね。どれどれ？説明しよう。池田屋事件とは、過激な尊攘派が計画していたクーデターを新選組が取り締まった事件。8月18日の政変以降、京への出入りを禁じられていた長州藩士や尊攘派の浪士たち。彼らは朝廷での地位の回復を望んでいた。そのために、彼らは秘策を打ち立てた。その結果、それは、強風の日に京の町に降下。混乱に乗じて後部合体派の要人を暗殺し、天皇を長州に連れ去るという計画だった。これ、ね、すごいでしょ？これでも暴挙です。もう見てわかりますけど、暴挙です。正直、うまくいくはずがないんですが、これを知った新選組は、尊攘志士たちの集会を探すため、御用改めを開始。そして、池田屋に集まっていた尊攘派の志士を襲撃した。この事件により、京の人々に新選組の名が知られるようになる。ちょっと待って、今日勉強会です。今日スタディ。今日勉強会です。皆さん、ちょっと気合入れていこう。あ、そう。あ、これいろいろ、そうか。そうだね。いろんな事件が当たり前のようにね、流れていくけれども、ここで一つ、勉強しようという会に。いきなり事件について、読もう。あ、これです。ごめん。本をそっと辞する。ごめんなさいね。そうだったんだ。ありがとう、そうくん。勉強になった。どういたしまして。またいつでも読みに来てね。なるほどね。だここなんかあって、多分現代に戻されたら、その異世界であったことをおさらいするんだね。史実ではこういうことですよっていうのをおさらいできるポイントなのかな、今回。なるほど。でもさ、どこに飛ばされるかわからないって言ったじゃないですか、異世界。ね、ちょっとずれてさ、飛ばされた先がさ、もう明治維新終わって文明開化の世の中になってたとしたらさ、ちょっと、ずっこけちゃうよね。あ、みんなって、幕末のみんなって、大丈夫だったのかって、なんかもうオチがついちゃうけど、そうならない。まあそうはなれないよね。じゃあ、東に行きましょう。確かに、またもやが薄くなってる気がするな。現代に戻ってきた時には、この辺りはよく見えなかった。あ、真っ暗だったもんね。あ、お姉ちゃん、あそこら辺に台座みたいなものがあったはずだよ。あ、本当だ。石でできてるのかな。くぼみの大きさにお札がぴったり合いそう。あ、本当だ。風で飛ばないようにしなきゃね。間違いないようです。ゆげ子、清流の札を。わかった。この札を台座に設置すればいいんだよね。あ、なんだこの光。ゆえ子大丈夫か。一番最初に出たのがなぜか遊園地。すごいよこれは。わあ、すごい。なんだよ、これ。遊園地だ。そんなことや、見りゃわかる。遊園地がなんでこんなとこにいきなり現れるんだよ。あ、元あった場所じゃないの、これ。元あった場所に元あったものじゃないの、この遊園地。そんなの僕だってわからないよ。でもここら辺って、もともと遊園地があったところじゃなかったっけ？あったところね。失礼。僕、絶叫系の乗り物が好きでよく来てくだから覚えてるよ。私は絶叫系の乗り物は嫌いです。お家から見てこっちの方角には確か遊園地があったはず。あ、そうか。みんな、しばらく海外留学してたから、ちょっと、記憶を頼りになるんだね。確かとか言ってる。近所のはずなのにって思ったけど。じゃあなんだ？これって元の場所に建物が復興したってことか？清流の札がこの地に正常な気脈を巡らせ、空間の歪みを正したのでしょう。すごい。でも一番最初が遊園地とは。ほんとすごいよ。この調子なら僕たちの世界も結構早く元に戻るかもしれないね。でもこの遊園地、
人がいない、うん、まだ電気も通ってないからね、人がいないかって乗り放題だとはいかないんだよね、これ。ああ、全く声がしないな。気配もないし、人は戻ってきてないのか？こうやってできることを繰り返していったら、いつか人も戻ってこないかな。まあ、そこが大事なポイントよね。人はどうなるのかって話だよね。そもそも人は消えてどうなってるのかって。戻ってくるよね、きっと。家族もいるしね、お父さんお母さんも。そうくん。うん。きっとそうだよね。そうだね。異世界でできることをしていけば、お父さんやお母さんたちも、いつかきっと帰ってきてくれるはず。まあ確かに、少なくとも悪い方には向かってないか。確かにね。甘みが言ってたことがまた正しかったってことか。相変わらずうさんくさいけどな。これからも甘みが言ってた通り、指針のお札を。ん？またか。また戻されるのか、これ。ゆめこ、立ちくらみですね。あら、しゅんにん、ありがとう、転びそうだった、血が足りないのか。レバー食べよう、レバー。いえ、間に合ってよかった。あ、飛びそうになったの、異世界に。え、間に合ってよかったって、今、意味深のこと言ったよ。うん、ごめんね。あー、意味深じゃ、意味浅意味浅かな。ただ単に倒れそうになったのが、支えて間に合ってよかったか、失礼。ちょっと深読みすぎた。しゅんに、いつまでお姉ちゃん掴んでるの？さっさと話しなよ。聞いてるの？立てますか？うん、大丈夫みたい。ゆえこ、あなたが思う以上にあなたの体は疲れているようです。3日ぐらい休みいただこうか。体調管理は自分でしてください。もう子供の頃とは違うのですから。まだ子供ではみんな若いじゃないか。仕方ないだろ。気をつけてたっていろんなことが起こるんだから。特にゆえ子は、ジョーカーだのなんだのって、一番大変な思いしてるんだぞ。そうだね。ならば、なおさら異世界に戻る前に、少し自宅で休んでください。うん、うん、そうしないよ、お姉ちゃん。わかった。じゃあ、そうくんが生き延びるために、大事な買い置きの食べ物を食べちゃっていい？僕、少しでも長くお姉ちゃんといたいもん。うん、少し休んでから異世界に行くね。心配してくれてありがとう。さあ、遊園地だけで出てもって話なんですけど。はい。で、戻ったらイベントか。遊園地出てきちゃった。あ、でもここあれだね。敵出ないから楽。ある兄弟、あ、こっちは、まだ西には行けないね。東が行けるようになったんだ。じゃあちょっと戻ってみますか。調べる。さあ、休もうってところでね。ゆげ子、具合どう？部屋で寝てこなくて大丈夫？うん。ソファーに座ってるだけで十分。もう大丈夫。まだほんのちょっとしか休んでないじゃん。ショートスリーパーなんだ、私って。しゅんに、お姉ちゃん、嘘ついてない？ちゃんと診察してよ。ゆげ子、失礼します。あ、読めなかった。血色も脈拍も正常に戻っています。心配はないでしょう。それって本当に本当？お姉ちゃん、無理したら絶対ダメだからね。それは私も同感だけど、そうはゆげ子と別れるのが寂しいから引き止めようとしてるだけじゃないのか？そうだけど？あ、いいですね、正直で。お、開き直った。そうくん、私。お、何これ？あ、もうじゃあもうちょっと言おう。そんなに言うならもう一泊。もう少しだけこっちの世界にいようかな。お姉ちゃん。この人よしめ。まあ、そういうところ好きなんだけどさ。もう素直に好きだって言っちゃうんですよね、本作は。もう、そんなに優しいとわがまま言えなくなっちゃうよ。お姉ちゃん、僕なら大丈夫だよ。もう子供じゃないよ、まだ子供だよ。そうくん。みんなまだ若いんだよ。そうだ、さっき遊園地をよみがえらせたお札って、まだ他にもあるの？うん、あるみたい。青龍は獅子のうちの一つだから。札もあと3枚はあるってことになるよな。じゃあきっと、その分現代にも台座があるんだよね。
僕お姉ちゃんたちがいない間、他の場所にある台座を探しておくよ。おお。お姉ちゃんたちはお札担当、僕は お札を設置する台座探し。なんだか離れていても一緒に力を合わせてるみたいだね。うん、そうくん、ありがとう。私たちも向こうで頑張ってくるから、そうくんも気をつけてね。うん、危なかったらすぐ逃げるよ。それじゃ、行ってらっしゃい、お姉ちゃん。おお、子供だけど大人だね。ちゃんと送り出す。さあ、アニメーション。ここだけアニメーション。さあ、次はどこに戻る？戻るっていう言い方おかしいけど。第三章、幼鳥です。幼鳥。ん？ここは？戻ってきたの？今日かな？ゆえ子、こちらへ。人が通ります。どこだ、どこだ？お？そこの者、待て！誰が待つ者か、二手に分かれるぞ。どうか僕ご無事で。二手に分かれるぞとか楽しく言っちゃった。違う。二手に分かれるぞ。危ないな。ゆげ子大丈夫だったか？ねえ、今の新選組の人？そのようです。どうやら池田屋での討ち入りはすでに終わっているようですね。たく、音量もうじゃうじゃいるのに、人同士の争いも終わっていないのか。こっちの世界も相変わらずだな。まあ、私らの世界よりは断然マシな状況なんだろうけど、ね、我々の世界はもう、いがみ合う人間すらいないって。音量、甘みの言う通り、私たちの世界に音量が出るようになったのも、この世界の影響なのかな。あんな化け物、映画以外じゃこの世界でしか見たことないし、今は信じるしかないって感じだな。うん。映画、本当に映画見ただったらいいのに、お父さんもお母さんも、みんないきなり消えちゃうなんて。ああ、落ち込むなって、ゆげ子。確かに訳がわからないことばっかだけどさ。そもそも、なんで私らの世界があんな風になったのか、なんで私らだけ無事なのかとかな。それになんでゆげ子が音量を封印できるのか。なんでゆげ子ばかり危険な目にあってまで、そんなことしなきゃ。竜神の巫女だからだ。はい、その一言で片付いちゃうけど。ゆげ子、あなたは封印ができる。そして封印することで、音量との戦いを終わらせることができます。結果、俺たちの世界が復活の兆候を見せている。それは変わらない事実です。そして、そのどれもが、あなたが竜神の巫女だからできることです。それ以外のことを今、論じても、時間の無駄だけだ。そんなこと言うとまた、無駄ってお前。一番負担がかかってるのはゆえ子だろ。理由なり原因なりが分かれば、少しは軽減できるかもしれないだろうが。っていうか、なんでお前はそんな平然としてるんだよ。都、私は大丈夫。でも、春に、何ですか？みやこの言う通り、春にすごく落ち着いてる。そう、まるで何もかも知っているかのようだ。春には驚いてないみたい。不思議じゃないの？春にが言わんしなら。察しる。察してる。いや、どうしよう。演じるか。演じるかもおかしい。不思議じゃないの？あ、でもやっぱこれでちょっとほっこりしようか。ちょっと今、ピリピリしてるからみんな。うん。場を眺ますよ。あまりやめないよ。春兄がいればどこに行っても安心だね。俺がいるからといってこの状況が改善されたり原因が分かったりはしません。ああ、違う、そういうつもりじゃなかった。今考えるには私たちが持っている情報量が少なすぎるんだね。ええ、分かっているのはあなたが巫女であることと二つの世界の間に何らかの相互関係があるということくらいです。いや、多少絆上がってくれるかなと思ったけど、ダメでしたね。この砂時計が二つの世界をつなぐヒントみたいだけど、あ、砂時計自体がヒント。行ったり来たりできること自体が。というか、タイムリミットが。甘みにもらったってやつか？春人の言う通り、考えてもわからないなら情報をもっと集めるしかないと思う。池田屋のことも、宗司さんも、あの後どうなったのか気になるし。甘みなら、いろいろ教えてくれるかも。それに、現代が少し良くなったお礼を言いたいな。とは言っても、あいつ寝室鬼没すぎて、どこに行けば会えるかさっぱりだろ。お城の中を探せば見つかる？いや、それはさすがに。おーい、お前ら、おちなみくんいた。
ちなみくん、本当にいるとはな。え？なんでもない。ついてこい。はあ、これあれだな。天海さんに言われたんだろうな。やっぱりお見通しなんだよ、天海さんは。随分なご挨拶だな。挨拶だな。ほら、最初にお前らを迎えに行けと命じられた。指定の場所に来てみれば、消えたはずのお前らがいたから驚いただけだ。バックトゥーザフューチャーの、ワンの終わりみたいなもんだね。甘みに？ああ、いきなり呼び出されたんだ。知りたいことがあるだろうから、ついてきて、来てあげなさいってな。ああ、そこまで、そこまでお見通し。連れてきてあげなさいか。すごい甘み。どうしてわかったんだろう。探しに行く手間が省けたな。まあね、すごいっていうよりも、もう怖いと思った方がいいよね、ここは。探す？うん。お城の中を探さなきゃってちょうど話してたの。城の中って。ちなみくん？おっと？いや、冗談として聞き流しておいてやる。だから絶対に実行だけはするなよ。最初は大広間で待っていると言っていた。行くぞ。お、あ、待って、ちなみくん。教えてほしいことがあるの？教えてほしいこと？生き田屋のこととか、今のこの世界の状況とか、いろいろな。教えられる範囲内のことなら、道すがら話してやる。日が暮れる前に戻るぞ。私の世界が一瞬にして変わったように、激動の時代と呼ばれるこの世界も、たくさんの変化があったらしい。お、ちなみくんが話してくれたのかな？何何？ああ、来たか。生き田屋での騒動から一月ほど時間が経っていることや、尊上派の企みを阻止した働きにより、新選組の名が京に広まったこと。けれど、相変わらず怨霊は出現し、長州藩に不穏な動きがあること。私たちは、ちなみくんや天、天海から、この世界で何が起きていたのか、順を追って説明してもらった。よし。じゃあ、時間もいい具合なので、まあ、ここまでにしましょう。で、ちなみに、幕末年表を見れば、また状況がわかるのかな？ああ、禁門の変直前ですね。じゃあ、これが起こるんだ。ああ、激動ですね。本当に激動の幕末って感じですね。起こったことを見ていくと。さあ。天海さんは一体どんな話をしてくれるのか楽しみではありますが、まあそれは次回に置いといてということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは失礼します。